中村剛也は体重102キロの巨漢ながら、50メートルを6秒前半で走った。小学3年の健康診断で肥満と診断され、母と共に学校から呼び出された。しかし父は中村をホームランバッターに育てるため、中村の体重を増やし続けた。飛ばないボールに変わった年に、48本のホームランを放ちホームラン王になった。中村はクレヨンしんちゃんに出演し、しんのすけに棒読みだと突っ込まれた。カレーは飲み物と言っていたが、レバ刺しも飲み物と発言した。おまんじゅうを試合後に食べようと残していたが、なくなっていたためぶち切れた。顔面にデッドボールを受けた翌日以降も出場し続け、4日後にホームランを放った。幼稚園児で足のサイズが21センチあり、下駄箱に靴が入らなかった。中村は満塁にめっぽう強く、歴代1位の満塁ホームラン22本を打っている。